ロイドごはんの時間がやってきました。イエイ。はい、今回はですね、はい、ライライ亭のテイクアウトで、はいはい、チャーハンね、うん、前はチャーハンなかったね。前はね、マコと二人でラーメンだったんですけど、うんうん、今回はあやちゃんラーメン食べてないでしょ。食べてない。そう、私ね、ラーメン食べたかったのよね、うん、っていうふうなことを言ってたんで、うんうん、今回はチャーハンとラーメンと。おお、これはいいですね、黄金コンビ。嬉しそうな顔してる。嬉しいです。はい、ということで、うん、買いに行きましょうか。そうだね。はい、ということで、はい、ライライ店に行ってきます。はい、ゴー。はい、買ってきました。はい、じゃじゃん。はい、じゃあ、はい、はい、ということで、うん、これが冷凍されたスープ。はい、うん、でこれが麺と、はい、麺とネギ、はい、それとチャーシュー。はーい、すごい巻き巻きチャーシューです。それと麺も、麺も全部離れてるね。チャーハン、うん、があります。美味しそう。あとこれをつけますかどうしますかって聞かれたので、はい、もちろんつけてくださいと、お願いしました。はい、はい、今回もこの特製お土産ラーメンの作り方、はい、やっぱり鍋2つですね。そうだね、うんうんうん、あ、スープでチャーシューを温めてくださいと、うん、なるほど、具体的だね。ね、分かりやすいですね、うん、分かりやすい。スープを入れていきます。丸のまま入れてしまう。そう、丸のままで、今沸いたティファース、便利だね、このスープも。そうやな、うん、よいしょ。ここで、はい、ほぐしていきます。はい、細いけど、はい、入りました。はい、なんかデジャブのようなハーグライフも似てる、某あれと似てるけど、一緒だね、うん、まあ、そう、うん、2枚のチャーシューがね、あ、うん、3枚ついてる。すごいね、うん、結構チャーシュー自体は大きいよね。ね、厚みも確かに、豪華な、ちょっとね、先にお湯につけといた方がいいってことなんで、お湯っていうか、このスープね、うん、こっちはなんか一個一個こう包装というのかな、はい、まあ、ラップに包まれてて盛り付けもしやすいね。いただきます。おー、美味しそうだね。ね、うん、楽しみにしておりましたよ。うん、あっさり、思ったより。よいしょ。2回目の。うん、美味しい。辛味噌っていうのはちょっと後で、うん、麺も美味しい。美味しいっすか。うん、
気がしますね。3枚の塩入ってる。チャーシューも美味しい。味が結構しっかりしてるね、うん、私は今日はラーメンが初めてで、うん、あの想像よりもこう甘みというよりはこうコクだったりとか、うん、あの旨味の方が結構その強くくるというスープでしたね、うん、どちらかと言ったら、うん、甘みはほぼないっていうかね、ないね、うん、そうだね。で麺も美味しかった、うん、であの辛味噌ね、うん、やっぱまあつけてもらって入れたんですけど、うん、これがまたね、なんていうの、コクと辛味っていうのが増して美味しいね、この辛味噌。そう、この辛味入れると、うん、激変しますよ。激変する、うん、だからやっぱり途中から入れる方が、うん、両方のこう美味しいところが味わえていいね。あとチャーハンね。チャーハン、うん、今日初めて食べた、ね、うん、初めて、うん、ちょっと なんていうんですかね、味が濃そうに一瞬思うんですけど、うんうん、全然そんなことなくて、うん、確かになんていうんですか、醤油の焦げた風味っていうのが、うん、もう全体的に絡んでて、うん、こううまいですね。美味しい。で、怪力屋さんと一緒で、うん、パラッパラですよ。そうだね、うん、パラパラチャーハンだから、ちょうどこのスープと一緒に飲む、うん、食べると美味しい、うん、ちょうどいいね。確かにね、そんなこと分かる分かる。実際こういうなってやっぱり怪力屋さんと一緒で、うん、持ち帰りうんぬんっていうこういう状況じゃないとなかなかね入るきっかけなかったと思うね、うん、そうですね。やっぱり今まで結構見かけてたでしょう、うん、はいはい、あ、ライライ亭だみたいな、まあ、前マコとも言ったんですけど、うん、もう何回もこう通り過ぎてはいたんですけど、あ、あ、そうだよね、うん、食べてみてびっくりですよ。ねえ、うまかったね。こんなに美味しいとは、うん、また食べてみたいな。また違うものをそうだ、ね、テイクアウトしたんですよ、ね、うん、何でも持ち帰れるみたいなので基本的に、うん、これ関西のラーメンじゃないですか。そうだよね、知らなかったですからね。そうだよね、うん、だから
あのメロンシートこそ知ってるんじゃないかなと思いきや、やっぱり名前が上がってこなかったじゃない、うん、小さい頃から食べてるラーメンで、もう食べてるラーメンって言ったら天一新福菜館、うん、第一朝日、あ第一朝日、うん、であとそれとマスターに、あーもうこの4軒ぐらいです。なるほどね、うん、あとそれと横綱ね、横綱か、うんうん、っていう感じですよ。なるほどね、うん、はい、ということですごい美味しかったです。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。